私たちは目的の金谷家の近くに車を止めた。外に出てまずは外観を確かめる。昔からの地主というだけあってなかなか大きな建物だった。その横に少々小ぶりな一軒家が建っていた。彼はいますかね。奴は無職でネット中毒だぜ。いないわけがないだろう。行ってみるぞ。ご立派。私たちは金谷家の坊やの玄関から声をかけた。出てきたのは老婆で、おそらく金谷さんの祖母だろう。ご立派やな。でも古そうだな。事情を話して本人との面会をお願いしたら、彼は隣だと教えてくれた。最近はこの離れで暮らしているんだという。離れっすか。私たちはその離れの玄関でチャイムを鳴らす。だがしばらく経っても反応がない。仕方なく何度かチャイムを鳴らした。留守ですかね。居留守に決まってるだろ。どうせ面倒がってるに決まってる。こういう時はだな。金谷さん、金谷ひろむさん、宅配便です。お荷物のお届けに上がりました。宅配便？アニメ DVD かゲームソフトの配送と勘違いするだろ。そんなバカな。嘘。ほらな、と風森さんはアイコンタクトして玄関を向いた。ノロノロと扉が開いた時、お目当ての本人はあっけに取られていた。想像以上に。宅配便の人じゃないよね。ごめんな、どうしても話が聞きたいから嘘をついちゃった。話って何？てかあんたたち誰？また親たちが呼んだの？俺は働く気がないわけじゃないんだからさ、ほっといてよ。親たちが無職の息子を心配して手配したと勘違いしているんだろう。そもそも彼は風森さんのことを完全に忘れているようだ。これはむしろ好都合だ。いや、そうじゃないんだ。俺たちはこういうものだ。風森さんが懐に手を入れたタイミングで私もポケットに手を伸ばす。そして二人同時に警察手帳を提示した。警察？一連の殺人事件のことは知っているわよね。少し話を聞かせてもらいたいんだけど。今、俺ちょっと用事があって。そんなに時間は取らせないわ。事件解決に向けての地域協力だと思って。お願いします。金谷さんは面倒そうな顔をしている。どうにかして協力を拒みたいようだ。え、何？警察は手がかりが見つからないの？とうとう困り果てて当てもなく土佐回り？ええ、まあね。少しでも取っかかりが欲しくてね。ふーん、案外警察も無能なんだ。時々テレビでやってる特番じゃ優秀だと宣伝するけど、あれは政府とテレビの捏造なんだ。そうじゃないと口を開きそうになったが、その瞬間に風森さんに肩を叩かれて我に返る。そこまではよくわかりません。それよりも話を聞かせてもらってもいい？見返りは何をくれんの？はい？だから見返りだよ。なんで大事な情報がタダで手に入るって思ってるの？事件の取っかかりがなくて困っているんでしょう。だったら特別顧問として手伝ってやるよ。ネットには何でも情報があるんだからな。俺のスーパーハッキングで何でも調べてやる。だからいくら払ってくれんの？こっちの足元を見てリベートを要求するなんて。強い口調で対抗したくなるが、なんとかグッとこらえる。俺に頼りたいんでしょ？だったら手土産くらい当然しょ。まさか手ぶら？手ぶらってあっちの手ぶらを要求する。思わず拳をぐっと握りしめる。このズーズーしい態度の彼を殴りつけたくなってくる。風森さんが言っていたことが全て正しかったと痛感する。
あれ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 、何その拳ギュッと握っちゃって、もしかして怒ってるの？そんなわけありませんよねえ笠森さん。おな、何？おお、よく取れてる。証拠ゲットってな。何かされたらこいつをブログにアップすればいいや。ぶっちんぶっちんってダメだ、和森さんには悪いが、この男には虫鈴が走る。ヘリクツを汚い口から垂れて不快にさせるこの男を屈服させないことには私たちの目的にたどり着けそうにない。あの、すいません笠森さん、そろそろ本題に入らせてもらっていいですか？おお、やれるだけやってみろ。ありがとうございます。では。そう言うや否や、私は彼の胸ぐらをつかんだ。くさ、ふひ、いきなり何するんだ。人をバカにするのはいい加減にしてください。暴露してやる。国家権力の弾圧を受けたってブログでぶちまけてやる。かわいい。対比がすごいな。従順な豚。おやおや、ずいぶんと強気ね。その反抗心をまずはへし折らないと話が進まないみたい。従順な豚に仕立て上げてあげるから覚悟しなさい。な、何このド M にはたまらないお仕置きセリフ。太っちょインターネット王子、よく聞けよ。この女王様は命令に背くときついぞ。それはそれで。援護射撃のつもりなのか、風森さんの煽りは話の腰を折り続けている。だがその的外れのプレッシャーのおかげで、なぜか彼は期待の眼差しを私に向けていた。信頼上がる。ヘリクツと罵詈雑言ばかりでうんざり。これ以上脳書きを垂れるならこっちにも考えがあります。お、脅迫か。やったね。悪いけど録音させてもらったぜ。これでお前は罪だな。おめでたい。証拠の信用性、おめでたい。果たして本当にそう思ってるの？どんだけおめでたいのかしら。でも録音すれば勝てるってネットにあったし。私の勝ち誇った表情を見て彼は動揺した。正直私の内心こそ動揺していた。慎重に言葉を選んで脅迫にはギリギリ当たらない言葉を駆使しているはずだが、解釈次第ではアウトなのだ。だがこの自意識が肥大化した男に対して弱気なところを決して見せてはいけない。それがたとえハッタリだとしてもだ。上がった。いい、金谷ひろむさん、特別に選ばせてあげる。ここか文書か、どっちで話を聞かせてくれるの？なんで俺、勝手に俺が協力するって前提なんだよ。あかんか。おい、なんで黙ってるんだよ。だからなんで俺の協力が前提なのか言ってみろ。ほら早く。言葉を選んでいて孫ついていると、即座に彼につけ込まれる。これ以上増長させてはダメだ。なあ刑事さん、俺が何かしたのかよ。俺は別に悪いことしてないだろ。黙れい。黙れ。お前のへりくつなんてうんざりなの。私に協力するのかしないのか、その覚悟を決めなさい。今すぐに。今すぐ。だから。ああ、もうじれったい男でしょ。そんな男とか言われても。優柔不断な態度に苛立ってくる。こんな調子じゃいつになった話が聞けるのか分かりやしない。あかん。わかった、もういい。また来ます。お時間を取らせてすみません。ファンファン。そうか、
分かりゃいいんだよ、分かりゃ。次はゲロまみれ。ただし次は同じように行くとは限りませんからね。私らの聞き込みにゲロってゲロってゲロまみれのお経にしますから。なんだよそれ。善良な一般人に何をさせようというんだよ。善良な一般人？それは冗談のつもり？働いてないのに？ぐさってくるからそこは指摘しないでくれよ。無職であることは彼のコンプレックスのようで、珍しくがっかりした態度を見せてくれた。とほほ、無職がそんなにダメかよ。あかん。いえ、もういいんです。今日のところは引き上げます。あ、ちょっと待てよ。報告書首を洗って、それではまた今度。今更何です？もうこっちの要件は済みました。それではまた今度。言い逃れができない準備を整えてまた来ます。慌てるなって。ちょっとからかっただけじゃないか。何その冗談が通用しない態度は。大人の対応しろよな。おい、ふひ。その言葉そっくりお返しいたします。では。え、そんな、おい、ちょ待てよ。いきなりそんな冷たくするなって。もはやこの場のペースは私のものと言ってもいい。だが決して油断はできない。彼が協力的な様子を見せ続けるかが未知数だ。慎重に彼を見極めなくては。もうちょいか。もうどうでもいいです。とにかくお邪魔しました。あなたのへりくつと私たち警察の執念のコンクラブの行方を楽しみにしております。待て、あ、待てったら。なんか誤解してない？別に俺は困らせるつもりは。ブツブツごちゃごちゃ、ブツブツと気持ち悪いです。とにかく次はうちからお迎えを出します。文書の聴取室でたっぷりとお話を伺いますから。え、聞いてる。私の一方的な話にさすがの彼も焦りを隠せないようだ。着替えの準備はいいですか？長い時間かかりますよ。それに弁護士とかが必要ならばお早めに。どうせ国民の権利ってやつですからね。なあ、そんなに大げさにするなよ。ちょっとあんたたちをいじっただけじゃないか。今回は相手を間違えましたね。あなたは本当にやってはいけないものに手を出した。あの、さあ、特別に話をしてやってもいいけど、ダメ？どうして上から目線なんですか？ああ、もう、俺が悪かったです。隠して。私はこのへりくつ満載男との絶戦を制したのだった。これでいいのか？それでなんだよ、俺に聞きたいことって。さっきも言った通り、この村で最近騒ぎになっている一連の殺人事件のことなんだけど。そうだった。別に俺は何も知らないんだけど。どうして全ての現場でやじ馬をしていたの？ピクリと金谷が反応する。蹴取られないように彼をじっと観察する。私の質問が予想外なのか、明らかに反応が変わってきていた。聞かせてもらえる？どうしてあなたはいつも捜査現場に駆けつけるの？俺小説家を目指しているんだよ。誰にも言ってないけど。新本格化電気物なんだけど。え、小説？予想外の切り口にあっけに取られてしまった。それで取材がてら現場を見に行ってたんだよ。こういう現場を文章で書くときに、あんたたち警察が使っている用語とか参考にしてた。え？特訓？まさか俺が事件に関係しているとでも思ってたか。勘弁してくれよ。そんなんじゃねえし。警察は俺なんかにかまけていないで、真面目に働いて犯人捕らえろよ。村の連中もあんたたちの体たらくは呆れてたぜ。はるかだって俺に同情していたし。とにかくあんたたちの一挙手一投足をじっと見つめているってことよ。はるか？
はるかって水瀬はるかさんのこと？あなた知り合いなの？意外だ。あんな可愛い子とこの男が接点を持っているなんて。しかも下の名前で呼んでいるのも気にかかる。ああ、はるかとはプライベートで仲良くしてんだよ。で、それは聞き込みに関係ないやん。すいません、完全に興味本位でした。ちゃく、俺ははるかとの関係を大事にしたいんだって、マジ？わかるか？だったらこれに関しては忘れてくれよ。彼女だって小説家志望の無職と知り合いって迷惑だろ。彼は話しているうちに額に汗をびっしょりとかいていた。確かに季節的には暑いし、彼はメタボ傾向にある。表情もどことなく優れない様子だ。大丈夫？汗がすごいわよ。ああ、大丈夫。汗っかきだから。それに薬の時間だからかな。薬？何か持病を持っているの？ああ、食いすぎっていう病気よな。かっけえ。え？肥満に対して薬物治療を行ってるの？もしかして糖尿病か何か？違う、これはその、いいだろ別に。あんたには関係ない。それはそうだけど。もういいだろう。今日はここまでだ。もう帰ってくれ。え？もう少し話を。俺は知っていることを全部話した。だからこれ以上は何もわからない。だからもう終わりだ。え、ちょっと金谷さん。突然態度を表変して強引に切り上げられてしまった。施錠された玄関を前にして私たちは立ち尽くすしかなかった。おい、閉められたな。閉められちゃいましたね。これはどう読めばいい。やつは黒か白か、少なくとも何かあるような気がするんです。彼の言葉のことことごとくが真実とは思えません。そうだよな、俺も同感だ。クズが必死に取り繕ってたとしか思えん。でも決定的な物証が出ているわけでもなし、捜査令状は取れないですよ。もし黒だったら彼はきっと証拠隠滅を図ります。そうだな。ということはだ、今から監視だな。金谷博夢をな。早速その晩から私たちは金谷博夢の張り込みを開始した。目的はただ一つ、金谷を徹底マークし不審な動きをすべて洗い出すことだ。そのためにも彼との根比べに勝たなくてはならない。私は固い決意を抱いて車の中に身を潜ませる。何時間でも何日でも彼の尻尾をつかむまでと、私は視線を金谷家に集中させる。時折首元に浮かぶ汗がつらい。夏場の張り込みはこういう弊害がよくある。なぜならば長丁場の張り込みにエンジンをかけっぱなしというわけにもいかないからだ。駐車しっぱなしの車にエンジンがかかっていたら相手に蹴取られる危険性が増してしまう。それにガス代の節減は上の上、天井人たちからのお達しでもあるのだ。これに素直に従わないと給与査定に大きな影響が出る。彼はほとんど外出をしないようだ。そのため私たちは何番も徹夜を強いられる。その間も文書の方で動きがないかと時々徳高に連絡を入れてはみた。だが黒田課長からは進展なんかないよという虚しい返事しか返ってこなかった。私は車の中で静かに金谷博夢宅をじっと見つめながら自分の直感を信じ続けていた。ほらよ、冷たいジュース。ホットサンドも食うか。ジュースだけいただきます。すいません。お前ホットサンドはいらないのか。もったいない、実にもったいない。人生の何割かは損してるぞ。いえ、風森さんの大好物でしょ。だったら私が手を出すのは申し訳なくて。なんだよそりゃ、いちいち気にするんじゃねえよ。可愛い後輩がせがめばこんなのいくらでも。心にもないことを言うのはやめた方がいいですよ。風森さんの大好物を横取りするほど卑しくはないです。おお、そうか。なかなか気遣いができるじゃねえか。
最近ようやく仕事が分かってきたな。社交辞令でホットサンドを辞退するくらいで仕事が上手くなったと褒められるなんて。それよりも30分に一度は車から出て暇を潰しているのを何とかしてもらいたい。何か動きはないよな、その様子だと。はい、見た目通り彼はインドア派ですからね。姿を全く見せてこない。家の出入りは何もありません。時々家族がぼやから出てくる程度、静かなものですね。あのさ、もしかしたらなんだけど、これ以上は言わないでください。私だって嫌な予感をしています。風森さんが言いたいことは分かっている。もしかして当てが外れているんじゃねえか。何日も彼の家を張り込んで全く状況が動かないのだ。私じゃなくても盛大な空振りをしているんじゃないかと不安になってくる。留置場の関本もほったらかしだろう。そのうちどやされるぞ。特に捜査一課の連中に知られたら面倒だ。ええ、でもですよ、何かが引っかかるんです。刑事の勘ってやつか。ええ、はい。でもそういう当てずっぽうなものではないんです。何かおかしくないですか。私のこだわりに風森さんはうんざりしていることだろう。だがこうでもして言葉を交わしていないと集中力が途切れてしまいそうになる。まあいいや、夜は長いんだ。そのおかしいところを言ってみろよ。金谷博文は事件が発生したら必ず現場の見物をしています。でもここ何日か見ていると外出の気配はなし。これって何か引っかかりませんか。なるほど、それは確かにな。じゃあ引き続き監視を頼む。俺はちょっと仮眠を取るわ。1時間交代な。ダメです。そう言ってまた朝まで起きないんだから、少しは真面目にやってください。そんなこと言ったってよ、俺は夜更かしは苦手なんだよ。黒田課長に詰め寄った意気込みはどこに行ったんですか。それあれだよ、まさかこんな長丁場になるなんて思ってなかったし。風森さんの悪い癖が出てきた。勢いがいいのは最初だけだった。長丁場で根気がいい話ではすぐにサボりがちになる。とにかく少し休ませてくれよ。今度ホットサンドをおごってやるからさ。だったら私から休ませてください。私だって連日こもりっきりなんです。顔もドロドロで気持ち悪いってあれしない。え、なんだそれ、ズーズーしくないか。どうして先に休もうとするんだよ。自分で言ってて矛盾しているって気づきませんか。ああ、もう分かった。じゃんけん。じゃんけんで決めよう。それなら公平だろう。どうだ、文句あっか。いい加減にしてくださいな。あ、ガラスの割れる音、そして絶叫。これらの音が耳に飛び込んできた瞬間、私たちの会話は中断された。今のは何だ。唖然とした風森さんが私を見るが、そんなの私にだって分かるはずがない。絶叫は男の声だ。かなりの興奮状態のあることは間違いない。方向的には金谷家だ。突如として始まった動きに私と風森さんが注目する。いちいちネチネチうるさいんだよ。金谷さんの声です。近くで様子を確認するぞ。私たちは慌てて車のドアを開けた。